ちょっと今回見てほしいものがあるんですけども、ガチホコが割れる瞬間をね撮影することに成功したんですよ。でどんな感じで割れてんのかなと思って、まあ、ちょっと見てたんですけど、割れた時に、まあ、イカちゃんがね、まあ、破裂して飛び散るわけなんだけど、なんか急にねスッて消えるの、服だけがパッて出てくるの。今回はそれを僕だけじゃなくてみんなと共有したかったので動画にしました。ちょっと見てってください。わかりましたか？ちょっとわからなかった人のために止めながら見ていきましょう。まず、割れるんですよ。綺麗だよね、これね。で、この後に、いなくなっちゃうんだよね、もう。もうこの時点でいなくなっちゃうんだよね。で、服だけが飛び散ってるの。で、最後に、イカの怨念がスッて出てくるんですよ。これですね、これ怨念。どうでしたか？最後にちょっと問題のシーンだけ、ここだけ見せたいと思います。これよ、これ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 。まあ、これより遅くはいけないんだけど、YouTube の機能でスロー再生にしていただくと、もしかしたら映るかもしれない。スーパースロー再生。できるかな？急に消えたんだよね。びっくりしたわ。まるで忍者みたいな。ということで、ガチホコの破裂した時は、こうなるっていう動画でした。まあ、もし少しでも面白いと思ったら、高評価お願いします。で、上向いて歩いてない。上向いて歩いてるね、これ。ちょっと待って、ちょっと待って。上向いて歩いてるよ。しかも、入らないから、これ、この状態で。10個集めないと入んないから。この状態じゃ入んないから。入んないってば。あのね、そっちね、ジグンですね。